今から5年ぐらい前ですかね。当時私が住んでた場所にちょっと大きい音楽、そのホールがあったんですけど、その近くを歩いてましたら、まあ、小野洋子さんの最初の旦那さんですよね。その人は作曲家なんですけどね、その人とその、まあ、助手っていうかお付きの人なのかな、一緒に歩いてきて、ですれ違いまして、まあ、独特の風貌の方なんでね、すぐに分かったんですけど、まあびっくりして、それでまあで、その数年後ですよね、お亡くなりになったってことで、まあ最後の、まあ、お姿っていうかね、当時その方の作品の特集のコンサートがやっていて、まあそのためにそのホールの方にいらしてたんだと思うんですけど、まあそんなことがありましたね。